シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくわけばルフィ使っていくってやつで。さあ、というわけで今回はルフィ使っていきたいと思うぜ。で、まあ事前の考察で言っていた1段階目が16ターンで 2.5 倍の自強化もらっててやばいって言ってたけども、これ本当にもらってたわ。しかも2段階目が3倍。いや、これはすごい出るぞ本当に。だから今回はすげえいいとこ言うでしょ。これは本当はその追撃をね、当ててワンパンしようと思ったんだけど、もう開始早々トーテスさんの股間にね、うずめられたから、ちょっと自強化の殴りを見せていくわ。さあ、ということでね、まあ底力ないけど行ってこーい。なんか達成したわ。さあ、これよ、この破壊力よ。まあちょっと一瞬過ぎて分かりづらかったけど、まあ次あたりでね、ドドドってやっていこうか。まあ超バランス型に、底力超マインスイーパー L とすごい火力上げるアビリティが、まあ、豊富についている。行ってこーい。で、これにその、まあ、追撃が入ってくる。でもそれがまあ弱点すげえ捉えづらい、そういう SS になってんだね。だから弱点必中ではなかったわ。丈太郎とほぼ同じ感じ。さあ、これも弱点なくても一気に削り切る。だからまあその分よ、自強化もらったんかもしれん。丈太郎の場合は遅延があるじゃねえか。で、ルフィの場合はまあ自強化多めにもらったってとこだろうな。これ下で横貫したら弱点いかねえかな。行ってこーい。これでギリ外した場合は、まあなんか弱点取る厳しさをね、見せれるかなと。あー、これは無理ね。これは無理だわ。いや、もうこれもう触ってるもんな、これ。で、これで、ヒットしたら、なんか、ザコも含んだな。今、ザコ、もう同じダメージ入ってない、今これ。だから今2ヒットだったけど、ザコも巻き込むの、これ。さあ、というわけでここからは、ルフィの SS が内部弱点取るんか、試していきたいと思うぜ。まあ、ジョータロウとほぼ一緒だからな、これは取らねえと思うわ。なんか運営こういう SS にハマってんのかな。まあいいとこは十分あるからな。 OK。 エリミネーターに持ってくるんじゃなかった、もうすげえ大変だったわこれ。さあ、横でいいよな。他になんかあるかなこれ。まあ大丈夫か。うわ、勝手にいったわ。おいおいおい、まあ大丈夫でしょう。内部取るかどうか見るだけだから。はい、それで、はい、出ました。それで、おい、触ってる。何やってんだお前。取りません。まあ予想通り内部弱点取りませんわ。さあ、ということで、まあなんとなく、まあ弱点殴りたいということで、まあ、アルカディア、なんか、当てやすそうなとこやってきたわ。なんか達成したわ。これ、一番左に行って、ギリ弱点当たるか当たらんかっていうラインだよな。あー、これでも取らねえぐらいじゃないこれ。イラストの。あるね、手がまだ残ってるの、なんとかしてくれないこれ。あ、取った。ゲームで俺に勝てるつもりか。あ、あれ、あ、そんな飛ばせないのこれ、ここでは。さあ、というわけで、まあこのルフィの SS 弱点取りづらいけども、まあ追撃はね、結構威力が出るということで、
だったらよ、もう弱点狙うのは実用性ないから弱点ない敵にぶち当てていこうってやつをやっていくぜ。まあ、これでね、まあマインスイーパー L があるから、超マインスイーパー L がもうそれがなんかもう弱点の代わりみたいな感じだよな。さあこれでぶち当てろ、すごい出るよ。このパワー、いや、やばい。だって、だいたいここワンパンするときって、2000万いかないもん。3700万いってるもん、これ。すごい出てるよ。で、その追撃の部分なんだけども、これちょっと意味不明、ここ。なんか変な感じになるのよ、計算しても。だから、もしかすると隠し仕様があるかもしんないということで、まあ、一旦今は、不明にさせてもらおうぜ。これ何なんだろうな、これマジで。本当に。さあということで、なんと今回このルビー隠し仕様があったということで紹介していきたいと思うぜ。なんとよ、これやばいぞ。電撃雷の攻撃を無効化することができる。見といて、この即死がバチバチっていう電気攻撃だから、それをね原作再現でボブだから防ぐことができんのよ。くる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 、やばくねこれ。これやばいでしょ。あとズドドドーンっていう雷、これすごくねえか。もう一回食らってみよう。え、ここは雷のバチジジジっていう攻撃だから、バチズドンズドド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 ドってやつ、よく超究極とかこうなるのありがちな。よ、防いでる。さあということで、次はカウシーディアで使っていきますか。まあ SS もちょっとぶち当てていくわ。まず適当にプリッとした通って殴っていく。いや、すごい火力、もう上もなんかもやられそうで、まぁ、今回ルフィは超バランス型に、超マインスイーパー L で、まぁ、底力多分だけども、まぁ、底力も活かしていきたいけど、やっぱドレインが、まぁ、あるから、なかなか底力を活かす機会が、まぁ、あるか、結構苦戦するボス戦とかでは全然あるかもしんないけど、まぁ、そこは相性悪いよな。でもやっぱドレインってすげぇ、高難度で役立つから、そこは優秀なのかなと。まぁ、底力が出れば、ラッキー的な感じで、いいんだけども、まあ、SS の自強化倍率もほんと半端ないから、まあ、そこを主に使っていくことになるだろうな。まあ、で、毒無効も、地味に嬉しいし、まあ、そういうのもね、原作再現しっかりしてくれていれば、これ削り切れるか。いや、まあ、そんなもんでしょう。まあ、カウシーっていや、ボス1でワンパンは、まあ、底力があれば、いけるという感じかな。まあ、一応紋章ついてる、紋章ついてるやつでちょっと SS は打っていきたいけども。で、まあ、幻想壁と転送壁を持っていることによって、まあ現在でも強烈カウシーリアで適性持っているけども、今後の将来性も抜群というところが、まあ、結構ルフィの売りでもあるかなというところ。で、今回、まあ、過激は全種持ってるわ。なんか出たから持ったけど、よく考えたら、ま、即必殺っていう戦法もあるな。これなんか、完璧に忘れてたわ。全然たまらねえぞ、これ。なんかすごいもうパッパパパ言ってるけど、で、これは飛ばしきれるか。でも飛ばしきってもらったらちょっと、もうこれでいいけど、これでいい。SS が全然たまらねえ。なんかすごい速さで来てる。OK。こうやってなんか SS を貯めたい時に限って、来るよな、絶対に。なんか簡単に突破してしまうのよ、とか。さっきのガチャ動画で俺、その、
この背景のイラストのこと全然何も話してなかったわ。完璧に忘れてたわ。いや、今回ルシファーの髪型はもう変えたよ。で、ルタにしたの、ルシファーとウタで。ルタにしたんだけど、コメント欄で、ウタファー、あ、ルタファー、え、ウタファーか。ウタファーっていう名前で結構みんな呼んでて、ウタファーの方が可愛いじゃねえかって思ったけど、どっちがいい？もういいや、もう。さあ、これで、突破と。いや、イラスト、なんかもうちょっと増やしたかったんだけど、マジ、天魔銃の、周回でもう完璧リズム崩されたよな。もうあれ、150周したからな、本当に。マジ。あれなかったら、本当に他にも結構準備できたな。結局出なかったし、150周して。なんなの、本当。よし、オッケー。いいぞ。じゃあ、まあ、一番目のやつで SS を打てるように調整していきますか。あいつも赤のリングにしときたい。で、まあ、まず雑魚処理で、降りていって、こんな感じでやる。で、次の一匹で右側を倒す。で、次の左側で、左側を倒す。結構グラバタの話すると、なんかみんな結構やってたのか、ね、コメント欄で書いてくれる人いるけど、やっぱ俺グラバタもすげえやったけど、こっちを右行こうか。これあーっとすげえ、危ない危ない危ない、おい、危ない危ない、するじゃねえか、めちゃ危な。まあ、リング赤にできたよ、一匹。で、右側で縦貫して、殴ればいけるでしょ。で、これ横貫で置いとくか。ボス殴んなよ。ジャンプアルティメットスターズ、ジャンプアルティメットスターズめちゃ好きで面白くて、ワンピースのキャラクターすげえ多いから、ルビーとかゾロとかサンジとか、ナミとかロビンとかフランキーとかめちゃ使ったよ。さあ、行こう。いや、待て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 。いや、待て、ちょっと、縦感俺、マジ苦手なんだよな、これ。しかも、この橋の縦感は、マジでもう、運よ、これ。縦感ってどうやったらうまくできるの、これ。え、怖っ！うわ、底力発動してね。いやー、ちょっとむずいか、これは。まあでも、成功させたい。行ってこい！おお！いやー、でもこれはちょっと無理だろうな。うわー、まあ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 、いや、まあそうだろうな。だけど、まあこれぐらい出せるのは十分でしょう。まあこれに底力もつくと思ったら大丈夫。さあ、ちょっと、まあ事業家の部分だけ見る感じで。で、さっきの二人このリングの存在忘れて普通に打っちゃったわ。オッケー。さあ、というわけで、まあこんな感じかな。ね、まあ今後ね、また隠ししようとか分かったら、もしかしたら動画にするかもしれないから、そこはよろしく頼むぜ。オッケー。うまくつけなきゃダメぜ。あまよう。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ。焼き印が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の会で待ってるぜ。泣き言って仕方ねえ。